皆さんこんにちは。今回は千葉県成田市のお隣富里市にありますラディゾン成田というホテルに行ってきましたので、そちらの様子をご紹介させていただきたいと思います。こちらのホテルの大きな魅力の一つがこちら、ホテルの敷地内に2019年夏にオープンしたばかりの温泉テーマパーク、東京湯楽城。一言で言うならば豪華絢爛。素敵なお風呂はもちろんですが、お風呂に入る前のスペースが日本的な作りになっており、こちらで浴衣に着替えて写真を撮ったり、雰囲気を楽しんだり、飲食をしたりするなど、とても魅力のある温泉施設となっております。今回はこちらを目当てにこのホテルを選んだと言っても過言ではありません。さて、今回はどのような旅になるのでしょうか。それではどうぞご覧ください。まずは目的地のラディゾン成田へ向けて車を走らせているところからのスタートになります。成田空港付近はとても自然が多く、千葉県内に住んでいる私でもまるで遠い場所に旅行に出かけているような感覚を味わうことができました。昨今の事情もありますので、ホテルを拠点としてどこに行くわけでもなく、ホテルのチェックインからチェックアウトまでの約20時間フルでホテルに滞在し、少しでも非日常感を味わえればという考えで計画しました。ホテルの入り口に到着しました。とても綺麗な緑色をした木々がお出迎えをしてくれました。こちらのホテルは東京ドーム 2.5 倍の広大な緑の庭園に囲まれたリゾート感覚あふれるホテルとなっております。また千葉県富里市は全国的に見ても珍しい鉄道のない市になります。基本的には車を使って訪れることをお勧めしますが、成田空港や成田駅からも無料のシャトルバスが運行されていますので、そちらを利用されるのもいいかと思います。また有料にはなりますが、東京駅からも高速バスが運行されていますので、今回の私のプランのようにホテルでの宿泊や東京湯楽城での温泉だけを目的に訪れるのも良いのではないでしょうか。それでは早速中に入りたいと思います。建物の外観は多少歴史を感じるような外観ではありましたが、中はとても綺麗な内装で旅の気分を一気に盛り上げてくれました。チェックインを済ませ早速お部屋へ向かいます。今回宿泊させていただきましたお部屋は最上階11階のお部屋。高層階からの素敵な景色を独り占めできること間違いなしです。ふかふかな絨毯が敷かれた廊下を通りお部屋の中に入りたいと思います。それでは簡単にお部屋のご紹介をさせていただきたいと思います。今回予約させていただきましたプランは朝食ビュッフェがついている中で一番安いお部屋のプラン、2名でお値段11,200円だったのですが、朝食ビュッフェと東京湯楽城のチケットも込みの料金になりましたので、とてもお得に泊まることができました。部屋には大きなベッドが設置してあり、ベッドの上には浴衣が置いてありました。ベッド横にはテーブルと椅子があり、こちらで仕事や作業をするのも良さそうですね。
そして反対側のテーブルにはまずは特大のアイスペール。氷は製氷機から無料でいただくことができました。そして空っぽの冷蔵庫、引き出しには聖書が入っていました。そしてこちらはコーヒーとかお茶とか、お水は無料で置いてありました。このお水のラベル、どこかで見たことありますね。テレビは少し小さかったですが、ホテルでテレビをつけることはあまりないので関係ないですね。それでは気になる窓からの景色を見てみたいと思います。窓からの眺めは3階建て以上の建物を見つけるのも大変なぐらい、とても開放感のある景色でした。窓が空港側であれば飛行機の離発着が見られたのかもしれませんが、私の窓からは見ることができませんでした。そしてこちらはクローゼット、上には毛布と予備の枕、大量のハンガーにアイロンセットまで置いてありました。そしてスリッパはペラペラのやつでした。続いてバスルームです。水回りも清掃がしっかりと行き届いており、とても清潔感がある印象でした。こちらは洗面台、シャンプー、コンディショナー、ボディーローション、歯ブラシ、カミソリなど最低限のものは用意してありました。そしてドライヤーは壁についているタイプのもの。浴槽も比較的大きかったのですが、今回はこの後温泉テーマパークに行ってきましたので、こちらを利用することはありませんでした。そして空調は風の強さだけを選べるタイプ。このタイプは温度調整が難しくてなかなか慣れないですね。以上、お部屋のご紹介になりました。続いてホテル内、ホテルの敷地内の散策も行っていきたいと思います。まずは入り口のドアを出てすぐのところから反対側の景色を見てみます。まさしくこちら側が成田空港方面になるのですが、曇ってるせいもあってか飛行機を見ることはできませんでした。それではホテル内の散策からスタートになります。まずは1階ロビー、ロビー奥には電子レンジが2台置いてありました。そしてそのお隣がスポーツバーになっていましたが、残念ながら今の時期は休業中となってしまっていました。場所が成田ということもあり、普段は外国の方もたくさん宿泊される場所だと思いますので、営業していたらきっと外国の雰囲気を味わいながらお酒が飲めるのでしょうね。そして1階のロビー奥にはカリフォルニアレストランというレストランがありました。こちらは明日の朝朝食ビュッフェで利用させていただきますので、後ほどその様子もご紹介させていただきたいと思います。続いて2階に上がってみたいと思います。こんなに立派なシャンデリアが見える階段を登っていくと、急に純和風の置物が出てきて頭が混乱してしまいました。こちらのフロアは結婚式場でしょうか。本日は挙式の予定がないのか誰もいませんでしたが、とても素敵な空間でした。そして1階にあるラウンジではハワイアンフェアをやっていたのか、ホテル内で流れる曲がハワイを思わせるような曲ばかりで、ついつい口ずさんでしまいました。ラウンジお隣にある連絡通路を通り、
他の棟に移動していきます。見た目はちょっとあれですけど、こちらがフィットネスジムの入り口です。宿泊者は無料で利用させていただくことができます。今回は利用しませんでしたが、このような運動器具やプール、サウナが取り揃えてあり、日頃のストレス発散、リフレッシュに最適ですね。そして今の時期は休業中だったのですが、夏真っ盛りの時期に来ると屋外のプールも利用することができます。こんなに素敵なビーチサイドで一日ゆっくりと過ごすのも良さそうですね。それではホテル外の敷地内の散策を行いたいと思います。冒頭でも申し上げた通り、こちらのホテルは東京ドーム 2.5 倍の広大な土地の中に建てられています。伝わりづらいかとは思いますが、こちらが全体図になります。まずはとても広い広場が見えてきました。素敵な木々で周りの住宅が見えないようになっており、日本にいることを忘れてしまいそうです。そして奥にはちょっとした休憩スペースが。この敷地内の緑を見ながらゆっくりするのも良さそうですね。そしてこの奥に進むと東京湯楽城になるのですが、お楽しみはもう少し後にとっておいて、もう少しだけ散策を続けます。少し歩くと目の前にはテニスコート、そのお隣にはゴルフ場がありました。あいにく私はどちらの競技も経験がありませんが、いつかテニスやゴルフが似合う爽やかな男になりたいと考えています。自分の将来像を再認識させられたところで、ホテルの散策はおしまいとなります。それでは皆様お待ちかねの温泉テーマパーク東京湯楽城へ向かいたいと思います。ホテルから湯楽城まではゆっくりと歩いても3分ほどで到着となります。東京湯楽城、2019年夏にオープンしたばかりのとても新しい施設となっております。入場料は平日1000円、土日祝日は1400円となっております。アクセスに関しましては、先ほどお話ししたホテルと同じものを利用できます。早速中に入ろうと思うのですが、自動ドアをくぐった先には異世界が広がっていました。入り口天井にはシャンデリアや天井画があり、一言で言うと豪華絢爛。下駄箱に靴を預けてロビーへ向かいたいと思います。この入り口部分だけで1時間は時間を潰せそうな勢いです。この天井を見ているとヨーロッパを訪れた時のことを思い出します。ここは昭和を題材にした温泉施設のはずなんですけどね。そしてロビーに入ってきましたが、天井がとても高く開放感があります。この高い天井、この施設の中に入るまでの外観、成田空港そばというこの3点から考えて、私は一つの仮説にたどり着きました。おそらくこちらの施設はもともと物流の倉庫をリフォームしたものではないかと。皆さんもこちらを訪れる際はそういう目線で施設を見てみるのも楽しいかもしれませんね。
この後更衣室に入り、浴衣に着替えて由楽城の本丸に突入していきます。映像では暗くて見えないかもしれませんが、足元が足湯になっており、天井には星をイメージしたライトアップ、足元がほんのりと暖かく温泉気分を盛り上げてくれます。その先にはこの足湯の水源が見えてきました。目の前に見えるのれんをくぐると、まるで京都にある某神社を思わせるようなたくさんの鳥居が。こののれんをくぐった時の目の前に広がる景色の感動は今でも忘れられません。天井には大型のモニターが設置してあり、大きなクジラが泳いでいたり、エイが泳いでいたり、とても幻想的な世界が広がっていました。こちらはイベントスペースになっており、今の感染症の状況が落ち着いてくれば、こちらで様々なショーなどのイベントが行われるはずです。そして奥には神社もあったり、日本人はもちろんですが外国の方も大満足してくれること間違いないと思います。またこちらのスペースには飲食店も入っており、居酒屋、そばなどを提供している定食屋さん、甘味どころなど、その時の気分に合わせて食事をすることができます。一般的にはこういう施設だとお値段も多少お色がついているところが多いと思うのですが、全ての店舗において大変リーズナブルな価格設定で、心もお腹も大満足させられました。この画面右側、施設の中央はフリースペースになっており、各店舗で購入した飲食物をこちらでいただくこともできます。こちらの通路の天井は先ほどの通路とは違い、花火が映し出されていました。施設自体が照明を暗くしてありますので、本当に花火が上がっているかのような気分にさせられました。あとは漫画が読める休憩スペース、ちょっとしたゲームコーナー、その奥にはソファーでくつろげるスペースがありました。これだけ充実した施設になりますので、お風呂に入る前に満足してしまいそうですが、こちらは温泉施設。この後露天風呂から内風呂まで様々なお風呂を満喫させていただき、羽を伸ばすことができました。またサウナもありますし、女性専用岩盤浴、男女兼用岩盤浴もありますので、カップルで訪れる方も一緒に岩盤浴を楽しむことができます。お風呂上がりにはもう一つのお楽しみがあります。外には噴水があるのですが、そちらを利用した噴水ショーがあります。外には噴水ショー目当てに駐車場に訪れている自転車軍団、そして複数台の車も待機していました。確かに噴水だけを見るのであれば入場料もかからないかと思います。著作権の兼ね合いで音源は違うものを使用しておりますが、こちらの噴水ショーがなかなかの迫力があって、ラスベガスと比べても負けず劣らずの噴水ショーでした。私ラスベガスには行ったことはないんですけどね。あえてネタバレはしませんが、子供も大はしゃぎのびっくりサプライズ演出もありましたので、私も子供以上に大はしゃぎをして噴水ショーを楽しみました。ふと入り口にある橋を見てみると、ショーの最中は
橋が水攻めにあっており、実質封鎖されている状況。こちらでも子供たちが大はしゃぎしていました。素敵な内装、温泉に噴水ショーで大満足させていただいたところで、東京湯楽城の楽しい時間は終了。ホテルに帰るまでの道のりも、先ほどのお庭のライトアップを楽しめたところで、1日目はおしまいとなります。2日目の朝になりました。昨日は温泉でゆっくりとさせていただくことができましたので、とても目覚めのいい朝になりました。お腹も空いていますので、待ちに待った朝食ビュッフェの会場へ移動していきたいと思います。こちらのカリフォルニアレストランでは、テラスに面した広い窓から美しい庭園と屋外プールを眺めながら食事をすることができます。それでは早速食事をとっていきたいと思います。毎度のお話にはなりますが、味覚が子供同然の私でも大好きなメニューがたくさんありましたので、子供から大人までが楽しめるビュッフェとなっております。残念ながら私はカリカリベーコンがあまり好みではないのですが、カリカリベーコンしかありませんでした。これはこれでもちろん美味しかったですけどね。こちらはサラダコーナー、ご飯のお供もたくさん用意してあり、三色丼を作ってみようと思いましたが、綺麗に盛り付けをすることができませんでした。本当はカレーが食べたかったのですが、残念ながらカレーはありませんでした。パンもいろいろな種類が揃っており、とても美味しかったです。朝食をいただき、お腹も満たされて、お部屋で動画を編集したりしていると、あっという間にチェックアウトの11時に。これで大満足のラディゾン成田東京湯楽城のなんちゃって旅気分はおしまいとなります。皆さん、今回の動画はいかがだったでしょうか。この動画が面白いと思っていただけた方は、チャンネル登録をお忘れなく、次の動画も楽しみにお待ちいただければと思います。また動画のグッドボタンやコメントなどをいただけるととても励みになります。次はどんな旅になるのでしょうか。それではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。